ツムのアーケード版をゲームセンターでやってきました。1回100円でも遊ぶことができるんですが、500円を入れるとなんとこの可愛いマスコット付きで遊ぶことができるということで、500万円を入れてマスコット目当てでやってきました。でこのプルートが出たんですが、結構大きめで塗り分けもきちんとされてて出来がいいです。なので1回だけ遊ぶつもりだったんですが、2回目やってみました。そしたらなんとスティッチが出ました。これもすごい出来がいいです。表情もとっても可愛らしくていいですね。いつもはアプリで遊んだことがあるのでやり方は分かっていたんですが、今回段位画面でやってみたら思ったより難しかったです。初めて大画面でやったんで新鮮さもあったし迫力もあったし、この可愛いマスコットもついてくるので満足です。またマスコット目当てでやってこようと思います。